札幌のシンボル、札幌テレビ塔です。塔の足元ではミュンヘンクリスマス市が開催され、多くの観光客らが集まる中、どういうことちょっとさ詐欺ってた、なんかちょっと高く見積もってたのかなみたいな。テレビ塔の高さについて驚きの声が上がりました。普段なかなか注目することがないあちら、テレビ塔の先端部分ですが、過去に一部分が撤去され、高さが低くなっていたということです。1956年にテレビ放送の電波発信を始めたテレビ塔、1964年には東京オリンピックの聖火が運ばれるポイントになるなど、札幌大通りの顔として存在感を示しました。運営会社によりますと、テレビ塔は完成時高さ 147.2m でしたが、2005年3月にアンテナの先端 3.2m が不要となったため撤去に。その結果高さは 144m に変わり、ホームページでは知らせていたものの、積極的な周知はしてこなかったといいます。実際撤去後の2013年の札幌市中央区の広報には、高さ 147.2m との記載が。過去の STV のニュースでも、全長 147.2m の札幌テレビ塔、高さ 147.2m が公の記録となっていました。まあそう言われてもね、大きいなには変わりないですね、やっぱりね、素敵だから、うん、ね、ね。札幌テレビ塔は国の登録有形文化財に近く登録される運びとなり、今また注目されています。運営会社はこれを機会に144メートルと覚えてほしいとしています。